コロールが入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはフランス、アスリ、ビクトール、アメリカ、ジダン、ジョムカヤフ、プレイン、チュナム、リザマス、ルナム、ルカイー、バルテス。続いてオーストラリア、ボルニッチ、イマノビッチ、ラガリビス、トリン、スレーナー、ムルワ、ゼビッチ、フォスター、アウレロ・ビトナー、ビロカ、アノイージ。
田さん、惜しいシュートでしたね。今のは決めてほしかったですね。おっと、選手の交代が行われる模様です。ブルア、アウベロビトナ、リザマス、リクトール、倒されません。これはファールでしょう。倒してしまった。さあ、フリーキック。短く繋いでいる。スローインです。スルー、トミービトナ、折り返す、守り切った。スルー、パス、シュート。これはゴールキック。これは拍子抜けするようなプレー。落ちた。中へ放り込む。皆さん、アウトロさあ、もう一度見てみましょう。前半戦終了です。声援は一旦小康状態になりましたが、ここ放送席でもサポーターの熱気はひしひし。後半戦開始の笛です。アスリシュート。ふわっと上げる。アスリ、アメリカ、これはファールでしょう。さあ、アスリ、これはゴールキック。つながりません。ミドカ、トミー・ミトナ、パスを回す。合わせた。落ちた。おっと奪った。ラガリーニス。カット。リザマス、アメリカ。ここは一旦キーパーに預けます。アウレロ・ビトナ、さあそこか。細かくつないで、アスリ、果敢にスライディング。アウレロ・ビトナ、あのイージ、おっと奪った。打って倒された。リロカ、ヘッドで落とす。あのイー、ドリブル突破。リカイー、リロカ、クレイン、さあどう攻めるのか。あのイー、ドリブル突破。後半25分経過。出た。アスリ、これは助かりました。選手交代がありました。ラガリーニス、
ットを奪った。シュナン、スルー、アスル、パトスター、アメリカ、ゴル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 。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。これはファールでしょう。さあ、ドリブル突破、よし、抜いた、中で放り込む。アスリ、ボルニッチ、コーナーキックを得ました。これは決めて欲しかった。さあ、チャンス到来。空中戦、ドリブル突破、厳しいチェック、スローイン、トミー・ビトン倒してしまった。ダガリーです。ホルマーク、素早いパス回し、あのイメージ、ブナーフィニッシュまで持っていけません。スペースを埋めないと、パスを回す、ダガリです。大きく前方にクリア、イマノビッチ、ポツカ、ミロタ、パスをつないで様子を、での模様を今一度ご覧ください。アスリ、細かくつないで、ジダン、シュート、ナイスセーブ、二度のシュート、これはゴールキック。お、これは解釈の違いなんでしょうか。あれは見えてるところが違うんでしょうね。クリアしました。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。フランス、初戦を見事勝利で飾りました。そろそろお別れの時間がやっ、